おはようおはよう。昨日まで朝に。いつの間に、やべえ。まあ、いっか、ミスった。あ、これはこれでいいじゃん。これはこれでいいじゃん。ちょっと白樺取ってくる。いってらっしゃい。俺一回ちょっとフェンス作っていいかな。いいじゃん。たく。卵もいっけ。待って待って、やばい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 。ゾンビとタクが来てる。イェーイ。俺何も聞いてない。よし、オッケー。後でベルナーだと。なんでそんな村人をやっぱいじめようとすんの？いじめてはいない。いじめだよ。いや、いじめではないよ。人をさ、緊急事態だと思わせて、うわーって避難させといてさ、遊びでした、デヘベロみたいなさ。俺、そういう話知ってるよ、俺。あれ、信頼されなくなるっていう話、羊飼いの話あるじゃん。俺、知ってるぞ、それ。その話ちょっと初めて聞いたな。だから、普段からこう、ベル鳴らして遊んでたら、いざ50メートル来た時に、誰も信用してくれなくて、なるほ大変など目に遭うっていう話だよ。な。でも船は信用するでしょ。そりゃ通話越しじゃねえ。信用するしかないでしょ。じゃあまあそれでいいんじゃないでしょうか。村人が犠牲になっていいのか。50メートルでしょ。 50メートルだよ。だから60メートルくらいの壁作っときゃ問題ないんじゃねっていう。ああ、チリンチリンしても問題ないんじゃねって。だそもよっそて言っもてんベルがいけ。らなくね、それ。いや、ベルは必要じゃん。ベルは必要なの？そうただこの、外に出るやからがいるかもしれないでしょ。か。ああ、いるかもしれないね。そういうのを防ぐためにもってことで。ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。釣りは必要なのではないでしょうか。確かにそれは大事。どうでした？大事大事。今どこにいる？今、村で柵囲ってる。違う、柵で囲ってる。もう尺で村を囲うの。そうそうそう、柵で村を囲う。こうやって。当たってるでしょ？柵で村を囲うわ。当たってるよね。当たってる。いや、当たってるよ、当たってるよ。なに、なに、なに。俺が聞いたのは、村で柵を囲うって村で柵を囲わねえよ。どうやって？どうやって？気合で。無理でしょ。でも気合でやるしかないじゃん、結局は。よいしょ、よいしょ。村人をいじめないであげて。なんでそんなさ、ガランから鳴らすのさ。ほらもうみんな全速力。やば。一回で村人出てきたら教えて。出てきた、外出なくて、ここ。ほんと、面白いんだよ、この村人が。そんなかわいそうなことしないであげて。面白いんだよ、じゃなくて。あなの村人、あの村人。あ、麦わら帽子。入れてくでしょ。ああ、ほんとだ。ほら、めっちゃ畑。どこ行くの？待って、そこフェンス街なんだけど。クリーパーがこちら見上げておる。騒がどない。う？爆発した。爆発しましたね。見えたの？音だけ。あとだけ。音だけ見えてた。じゃあ、しょうがない、鉄鉱石1個だけ。1個だけもらってる？1個。大丈夫に 歩さ、けてる。3個ぐらいない？ちょっとなんか水とか使いたいな。3あ、個見えか。てる1、2、3、4、5、6、7、8たくさんあるじゃないですか。それ、頂戴いたしましょある。じゃあ、1つだけ。う。なんで1つだけなの？ね、欲張りは良くないでしょ？いや、これ以上掘ったらね、ちょっとね、いろいろと危険なんですよ。あー、クリーパーとか、クリーパーとか、クリーパーとかね。あと、船とか。何？変な音した、変な音した、変な音した。猫？猫っているの？村にいるよ。
な、閉じ込められてる対策だ。閉じ込められてないよ。ほら、もう村に入れない。へへへ、永久追放だぜ。オッケーオッケー。いや、オッケーオッケーじゃないでしょ。ねえ、協力して、ねえ、村囲おうぜ、一緒にフェンスで。そうよ、ちゃんと。ああ、よかった。ありがとう。もう追放しないから安心して。オッケーオッケー。もう一生雇用してやるから安心して。後ろがモンスターの行列になってる。やばい。やばいやばい。行列のできるモンスターホール。誰得なのって、寝てる村人。うわぁ。こっちか、こっちか。モンスターハウスなんじゃない？普通寝てる。空き巣がないよ。空き巣があった。空き巣って言い方おかしいでしょ。どう？これそう？うん。あ、来てるね。オッケーオッケー。泥棒がしか入ってこないだろ、そんなやり方。壁だったら下穴掘って入ってくるって。なんちゅうこった。もう仕方ない仕方ない。意外と良心的で攻撃してこないんだよ昼間の雲。うん、雲はそうだよ。昼間っていうか、なんか明るさだったはず。昼間でも暗かったら確か攻撃だったと思う。襲ってきた。攻撃したでしょ。殴ったんだろ。暴力で払ったんだろ。いや、払ってない。振った。ごめん。なに。俺も昼間は良心的だけど、あれだよ、殴られたら攻撃するよ。よいしょ。これ合ってる。いや、危ない。お、危ねえ。ちょ、あ、ん？音もなしに忍び寄ってくんのはおかしいだろ。ちょっと。危ねえ。間一発。ん？え匠が目の前まで来てた。経験値重なったけど。いや、うん、まあ、経験値ぐらい。うん、いいよ。待てなかった。なんでさ、一歩歩けばやらかすぐらいのペースなのさ。いや、ペースってさ、全部僕じゃなくて多く人じゃん。うん、そうだね。間違えたら全部棒にした。ラマスカやっぱ知ってるじゃん。え、マジで言ってる？うん。俺の目が節穴のだけ。ラマ使いの覚えがないんだけど。ラマ使いからね、音聞いてんの。マジで。うん、ラマ使いとかこう倒していいやつ。山使い。ラマ使い倒すの。倒しちゃダメでしょ。ちょっと残してて。分かった。うん、お願いします。どう？イグニス。あ、なるほどね。そいつを囲うスペースってことね。そう、めっちゃやらかしたんだよ。めっちゃやらかした。間違いでワンパンしちゃったからね。怒って透明のポーション使わなかった。透明のポーション使うの？だからね、姿が見えないっていうか、なんか、あ、やばい。雲が怒ってます。ちょっとまずいです。死ぬ。今ね、ラマの肉見つけた。ラマの肉？うん、まさかラマを。やってみない。肉にして眠れる？うん。近くモンスターだらけだよ。あ、眠れた。眠れた。オッケー。なんかね、ラマ使いが怒ってラマを潰してんだよ、自分で。ママ使い、そんな怖いことしないでしょ。なんかね、自分の大切なラマだよ。一体消えてるじゃん。ラマ使いのラマはやっぱり一体消えてる。消えてんの、ほんとに。うん、厄介だな。あって、なに誰、あ、お腹すいてる。死んじゃう。見届けねばならぬ。
見届けようとしなくていいよ。なんでここだけ白髪なんだよ。まいっか、うん、オッケー。本当だ、1体しかいない。じゃちっちゃい村人いる。え、まあ、本当だ、チコちゃんだ。え、いつ命名したんだよ。じゃあ終わるか。あるんだよな。終わるか。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ次回はあれだよ、うん、まあ村の中の湧き潰しね。うん、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。